ちょっとおばさん、本日もよろしくお願いします。お願いします。昨今、進化系パンツってかなり巷では言われてますし、言われてますね。やっぱりそのパイオニアってやっぱり BR はジャブス・アルキリオだと思っていて、で、戸賀さんにも本当戸賀推しでたくさん履いていただいたり、うん、たくさん買っていただいたり履きましたねまず戸賀さんとジャブス・アルキリオの出会いというか、まあ編集長はいろいろやったんだけど、面倉の編集長をやってで、その編集長という立場でネタが上がってきたのがジャブスだったんだよね。ちょっとその衝撃を、なんだよこれって思ったのが14、15年ぐらい、まあ、ジャブス70年の歴史を持ってる、まあ、パンツ専業ブランドじゃない、まあ、僕が編集長になってからはイタリアが主軸のメディアにシフトしてた時だったから、まあ、洋服、時計、車、イタリアのものの作りの考え方とかイタリア人の物差しみたいなものを移築しようと思ってた時期に、イタリアがこれを作るってどうなんだよっていう新鮮味、新しさにこう驚きながら、イタリアこれやったかっていうのが本音だったかな。で、それはパンツ専業屋でシルエットの美しいパンツでエキュクリス、センタークリスが入ったままになってる素材は、まあ、リラックス。誰がこんなことを予想してた。ジャブスが生まれて、マサッチョが生まれて、パンツはこれが主流になっちゃったよね。そうですね。この流れの中でたった10年足らずでここまで変わって、ここまで台頭してくるかっていうね。僕の知ってるイタリア服っていうのは、やっぱりイギリス人の作った文化に敬意を払いながら彼らのフィルターをかけて生まれたことが僕はイタリア服だと思ってるし、やっぱり本物を知って自分の今を考える。で、それがイタリアのトラウザーズブランドとしてジャブスが作ってくれた世界観であり、まあ、俺たちの大きな主軸になってるっていう、これがまあ進化系パンツと言われるゆえんなのかなというね。やっぱり自分たちのフィルターをかけるっていうこともそうなんだけど、やっぱこう男らしく、で、辛いところ腹が出てきたとかさ、そういうところはうまくこう隠しながら、だけど若いやつに負けないぞっていうそのシルエットとかね、まあ、だからやっぱりイタリア人って欲張りなんだね、うん、妥協をしたくない。このジャブスはレザー製のサンダルを合わせて夏も履いたし、まあ、スニーカー合わせられるなんて言わなくたってみんな合わせてるしさ、まあ、僕の大好きなスリッポンは言うまでもない。もしかしたらそういう時代がぼんやり見えてたのかもしれないね。だからそこまで踏み込んだことがすごいよね。ある意味だってさ、歴史があるブランドなんだから、まあ、博打っちゃ博打なわけだよね。むしろ男のパンツなんていうのは新しいことは受け入れられないっていう代表的なアイテムの一つだったわけだからね。そこをこう巧みに巧みに、やっぱりもうジャブス言ったらマサッチョ、うん、そうだね。洋服好きならもうみんな知ってるもんね。うん。小賀さんが初めてマサッチョを買ったって覚えてます？2016年初めての一本を手に入れて、まあ、編集部に行く時のスタイルにはもちろん、やっぱ感動したのがゴルフだったのよ。こんな快適なパンツがあって、機動性が良くてシルエットも美脚のまんまで、まあ、なんなら綺麗めっていう、まあ、クリース入ってるっていうところでどっぷりいった気がするね。まあ、僕はね、紙媒体を卒業して、まあ、BR の顧問で迎え入れてもらって、まあすぐにマサッチョだったもんね。だから振り返ると、まあ、そこからマサッチョも加速してったかなっていう。で、僕自身もガン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 履くようになったし、マサッチョは今でも4つの顔を持っている。でも一番分かりやすいものがジャブスゴールドのマサッチョ、うん、今日も履いてます。そうですね、うん、やっぱりこう一個上のね、この素材感はね、ある意味満を持してかもしれないけどね、いわゆる河川からのまあ、ラグジュアリーというところは、まあ、ここからスタートしていたらまたちょっと違った流れになってたかもしれないからね。そんだけで進化系パンツマサッチョは抑えとかなきゃいけないわけじゃん。まあ、僕も新作いろいろちょっと調べまして、中でも僕が履きたいやつを今日はちょっと用意してみました。一つはマサッチョの
R1 っていうモデルで気持ち渡りゆったりしてるんだよね。クリスはもちろん健在なんだけど、プリーツもちょっと入ってて、まあ新しい素材なんだけど、実はジャージでこのグレーを作ってる。少しこう大人仕様というか、まあもっと言えばもうちょっとゆったりしてる方が会社に履いていきやすいよとか、気持ち僕ちょっと足ががっちりしててっていう人用のマサッチョが出てきたという、これかなりおすすめです。でもう一本がもっともっと遊んだマサッチョ、マサッチョテックという、これもまた一つ新しいモデルで、まあ素材もねいわゆるテック系の新しい素材で、でさらに速章をつけてます。止水っぽいやつになっていて、でポケットは全部止水のジップ仕上げで、これはまあ、あのこれまでの細身で、もちろんクリースも生かしていて、でよく見ると左ももの上にね小さく同色でロゴが入っているという、この2本があのマサッチョ好きとしてはちゃんとフォローしとけ、しとかなければいけない新しいマサッチョのモデル。はい、後ろの素材のバリエーションがすごいですね。そうね、なんかもう本当にずっとマサッチョを見てきたし、本当にこの BR でも戸川市でも散々っていうぐらいやってきたけど、まあ、こんなに今増えたんだね。勢いも感じるけど、なんか嬉しくなるね、なんかね。やっぱりブランドとしても大きくなっていて、うん、やっぱり BR でいうとジャブスティ、今ではアンティチコっていうブランドにもなっちゃってるぐらい、うんうん、そうだね、はい、10年前イタリア人で T シャツ着てる人なんかいなかったからね。トレンドをただ作るというよりは、ちゃんと時代をこうバックにうまくものづくりをできたっていう、見事になんかこう噛み合っちゃったんだろうね。じゃなきゃここまで伸びるってことはないでしょ。まあそうやってこう派生してね、ジャケットも作っちゃった、 T シャツもとかね、僕自身も愛用者の一人でしかないけど、まあ、もっともっとこう応援していきたいなって、なんかそこに僕自身編集者としてもなんかヒントがあるかなって思うぐらい、なんかこう大きな流れになってるよね。実はちょっとまだ PR ではちゃんと、まあ、戸川さんにもご紹介してないんですけども、うん、デニムラインもあります。デニムもやる？マジか。あ、もうやってるんですね。トライしないとね、はい、僕はもうウエストが実は86あるんで、足をきれいに見せるっていうこと、まあ、あとはやっぱりリラックスから卒業できなくなったトガもいるわけだけど、タイトな、スポーツカーに乗るとか、まあ、そういう時に本当にこう楽ちんなんだよね。マサッチョも進化していっても、僕もちゃんとここについていけるように、一マサッチョ好きとしても、はい、期待していたいと思います。最後になりますけど、来年70周年なんで、すごい仕掛けが、なるほど、なるほど、はい、ぜひ戸川さん楽しみに、はい、楽しみにしてます、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらです。